うん、これは日本語っていうの。ネックレスが光ってますよ。捨てろアイリス、今すぐ窓から捨てろ。あれ、何も起こりませんね。はあ、世界を巻き込む何かが起こるかと思ったのですが、肩透かしを食らいました。いつまで見つめ合ってるのですか。さっきもですが、私がいることを忘れないでください。いや、めぐみ、今まさにすごいことが起こってんだろ。急に呼び捨て。あのですね、私の方がお姉さんなのですから、めぐみお姉ちゃんと。私がアイリスなのですが。さて、これから一体どうしたものか。俺的には今後美少女として生きていくのもやぶさかではないが、生まれついてからずっと一緒だった自分の体も捨てがたい。なんで冷静？今さらっとすごいこと言いましたね。男の人って大きくて強いんですね。このまま冒険にでも行きたい気分です。すいません、その顔でその言葉遣いは。しかし参ったな、さっきのキーワード試しても戻らないとは。体を入れ替えてしまうとは前代未聞ですよ、こんなに強力な魔道具は。魔道具か、呪いの類なら悪魔に頼めば。